こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では40代からの大人のイメチェン方法ベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。きっとですね、見ていただいている皆さんも最近なんか服がしっくりこないなとか、なんかこう違和感があるなというのをですね、感じている方少なくないかなと思うんですね。僕自身もそれは同じで、今30代最後の年を迎えているわけなんですが、やはりですね、30代前半の頃に似合ってたものとか、随分前に買った服がなんかですね、しっくりこないということが起きてるんですね。それはなぜかというと、僕ら自身が年を重ねて似合うものが少しずつ変わってきたというのもあると思いますし、あとは時代の変化ですね。これとマッチしなくなって、その結果似合わなく感じということが少なくないんですね。僕自身日々ですね、スタイリストとしていろんな40代以降の男性のスタイリングをしているわけなんですが、多くの男性が同じような悩みを持っているので、おそらくですね、視聴者の皆さんも悩んでいるところかなと思っています。これから40代以降ですね、自分のファッションを変えたいだとか印象を変えたいという時に、じゃあどういった手順を踏んでいけばいいのか、これがですね、なかなか分かりづらいかなと思うので、今回は具体的に5つの方法を皆さんと一緒にシェアをしてみたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に一つずつ皆さんに方法を解説したいなと思っているんですが、まず一つ目は全身安い服を卒業するという項目なんですね。僕の動画の中では日頃からですね、ユニクロですとか GU グローバルワークだとか無印良品だとか、このあたりのですね、比較的価格帯を抑えた服をですね、ご紹介することが少なくないので、そのあたりで全身をコーディネートしている方も少なくないかなと思うんですね。それはそれでとてもありがたいことですし、十分素敵にコーディネートはできるかなと思うんですが、全身だとですね、なかなか決まりづらくなってくるのが僕たち40代以降の男性かなと思うんですね。というのも、先ほど挙げたようなブランドというのは基本的にはベーシックなお洋服が多いですし、価格帯を抑えてあるので、素材の質感だとか、あとはデザイン面でおいてもなるべく多くの方に似合いやすいものを置いてあるので、そういったものを着ても割とですね、ベーシックな着こなしはできるんですが、大人の男性が着た時に人との違いを明確にするのがなかなか難しいんですね。どうしてもアイテム自体人と被ることも少なくないですし、その結果どうしても無難に収まってしまいがちなので、40代以降になったらちょっと価格帯を上げて良いものもミックスした方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。そこで皆さんに使ってもらいたいブランドとして、よく名前が上がってくるのが、まずはグリーンレーベルであったりだとか、ナノユニバース、そしてもうちょっと価格帯はありますが、エディフィツですとか、あとはユナイテッドアローズ、トゥモローランド、このあたりはですね、大人の男性が使うには非常に使いやすいブランドかなというふうに思っています。正直ですね、本音を言えばこのようなセレクトショップのオリジナルの服というのはユニクロの服と比べて結構テイストとしてはそこまで違いがないかなと思うんですね。例えば今冬服の定番といえばダウンだとかチェスターコートだとか丸首のニットだとか、あとはテーパードシルエットのスラックスだとか、このあたりがですね、まあもう間違いのない定番かなと思うんですが、こういったものってユニクロにもあればセレクトショップのオリジナルでもあるわけですね。で、その2つがものすごくデザインが違うかというとそんなことはなくて、結構価格帯の安いものでもすごくですね、バランスのいいものたくさんあるわけなんですね。ですのでこっちだけで十分といえば十分なんですが、じゃあ明確な違いがないかというとそんなことはなくて、色味の出し方が違かったりだとか、質感が違かったりだとか、サイズ感が今っぽかったりだとか、あとはデザインのディティールがちょっと違いがあったりだとか、そういった細かな違いがあるわけで、そのような微差というのを楽しめるようになるのが、やはり40代以降の男性には求められるのかなというふうに思っています。全身をですね、セレクトショップで買い物するのはなかなか難しいかなと思うので、大切なのはこの2つのミックスかなと思ってるんですね。例えばボトムスとシャツはユニクロで揃えて、結構重油量になるようなダウンだとかロング丈のコートはセレクトショップで揃えるだとか、このような形で価格帯にメリハリをつけてあげるとすごくバランスが取りやすいかなと思っています。そしてなぜですね、ちょっと価格帯を上げて買い物した方がいいのかというと、どうしてもですね、30代後半から40代以降になってくると自分のこれまでのスタイルというものが明確になっていて、結構凝り固まってしまっていて、同じような服ばかりを着てしまうんですね。こうなるとなかなか自分だけの力では新しい一歩が踏み出しづらいかなと思うんですね。ですので僕の動画を見ていただくのも一つの手段かなと思うんですが、大切なのはこういったセレクトショップで買い物をしていただくと、
店員さんのアドバイスを受けやすいというところなんですね。例えばユニクロに行ったら、そんなにこう店員さんに接客をしてもらうっていうことは多くないかなと思うんですね。裾上げのタイミングだとか、サイズの違うものを持ってきていただいたりだとか、そういった形で店員さんと接することが多いかなと思うんですが、セレクトショップ、例えばユナイテッドアローズに行ったとしたら、こういった形のアイテムが欲しいんですけどとか、今こういった悩みがあって、ちょっといつもと違う服が欲しいんですけどというふうに、店員さんに相談をすれば、ある程度親身になってちゃんとコーディネートを含めて提案をしてくれるわけなんですね。ですのでユニクロに比べると価格帯は上がりますが、そこには接客料だとかコーディネート料が含まれていると考えれば、僕はそこまで高くはないのかなと思っています。本当にですね、店員さんとの関わり方次第ではるかにですね、自分のファッションの幅が広がるので、ぜひ皆さんもですね、いつもユニクロで買い物している方もワンランク上げてみて、セレクトショップのオリジナルを使いながら、質感だとかデザインの細かな違いというところを感じながら、自分のスタイルを広げていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、全身地味な色というのを卒業するという項目なんですね。これもですね、非常に多いんですが、まあ、男性ってやっぱりですね、ブラックだとかネイビーだとかダークグレーだとか、このような割と無難と呼ばれるような色が好きなんですね。それは僕自身も全く同じで、そういった色の服ばかりが多くなってしまうんですが、やはりですね、40代以降になって全身が重い色ばかりだと、どうしてもですね、地味に見えすぎてしまって、華やかさみたいなものが出せないんですね。そうなると結構やぼったく見えがちなので、着こなしの中に1点だけでもいいので、少しずつ綺麗な色をですね、混ぜ込んであげるというのが僕は間違いがない選択かなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、先ほどお伝えした通り、ブラックだとかダークグレー、ネイビーが大好きなので、クローゼットの中、今見えるんですけども、結構暗い色が多いんですが、年々ですね、少しずつ明るい色をですね、最近は取り入れるようにしてるんですね。そうすることで、やはり華やかさだとか、元気な感じというのが出せるので、やっぱりですね、40代以降になったら、そういった色使いの綺麗さというところは、すごく重要になってくるのかなというふうに思っています。まあ実際ですね、僕の今日の着こなしを見ていただくとわかるんですが、まあ一番上に着てるのは CPO ジャケットと呼ばれるもので、まあシャツアウター状のアイテムですね。色はダークグレー、僕の大好きな色味なんですが、この内側にですね、重たい色を持ってきてしまうと、やっぱりですね、元気がなく地味な感じに見えてしまうので、今回はブルー系のストライプをですね、内側に持ってきました。こういったブルーだとかストライプ柄というのはちょっとですね、華やかさが出るので、割と大人の男性には似合いやすいのかなというふうに思ってます。あとは春だとか秋だとか冬に活躍するのがニットというアイテムですね。これに綺麗なものを持ってきてもらうと、やっぱり華やかさが出しやすいんですね。ちょっと私物を持ってきたんですが、昨年購入したこちらのこういったロイヤルブルーのニットとか、こういったものもですね、比較的使いやすいかなというふうに思ってます。まあ、ビューティー&ユースで購入したものなんですが、まあ今までニットというと、ネイビーだとかブラックとかダークグレー選びがちだったんですが、少し華やかさのあるようなロイヤルブルーを選ぶことで、かなりですね、差し色的に使うことができたかなと思ってます。まあ一応ブルー系なので、そこまで派手さもないので、使い勝手がいいかなと思うのと、あとはベージュ系ですね。これまたね、ニットで使ってあげると柔らかい雰囲気が出るので、なかなか大人の男性には似合いやすいかなと思っています。結構ですね、ベージュというと血のパンに使う方も多いんですが、個人的には上半身のニットだとか、あとはコートとかアウターに使ってあげると品のいい雰囲気が出しやすいかなと思ってます。あとはもう鉄板は白ですね。ホワイトのニットだとか、そういったものもバランスがいいかなと思うので、着こなしの中に1点だけでもいいので、綺麗な色を使ってみると、すごくですね、イメチェンがしやすいかなと思うんですね。まあ、その時に取り入れやすいのは、やっぱり内側に着るニット系なのかなと思ってます。ニットってこれ1枚で着ることもできますが、その上にアウターを着ると、そこまで主張が強くなりすぎないので、色味、ニットの色味でちょっとですね、綺麗さを出してあげると、大人の男性はすごくいいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、脱定番アイテムというところなんですね。まあ僕はですね、動画の中で定番アイテムから始めようということもよくお伝えしているので、ちょっと矛盾しているように聞こえるかもしれないんですが、今回のテーマというのは、あくまで自分のこれまでのイメージをですね、変えるというところなので、あえて定番から離れてみて、トレンド要素のあるものも少し加えるということはすごく重要かなというふうに思っています。
例えばですね、メンズファッションにおける定番アイテムとして、まあ、いくつか挙げてみると、白のボタンダウンシャツだとか、あとはブルージーンズだとか、ベージュのチノパンだとか、あとは体にフィットしたポロシャツだとか、さらにはジップ式のパーカーだとか、このあたりがですね、いわゆる大定番と呼ばれるようなもので、もちろん悪くはないかなと思ってるんですが、定番品というものにも、やっぱりですね、旬な時とそうじゃない時もあって、今の雰囲気からすると、割とですね、ド定番のアイテムというのがですね、ちょっとこう古く感じる時ではあるんですね。ですのでこういった本当にベーシックなものばかりではなくて、少しトレンド感のあるものに変換していただくというのもすごくいいのかなというふうに思ってます。白のボタンダウンシャツというような、いわゆるアメカジの定番的なもの、これはこれで悪くはないんですが、あえて少し変化をさせて、今僕が着ているようなレギュラーカラーのシャツだとか、あとはバンドカラーの襟型だとか、そういったものにトライをしてみるのもいいかなと思いますし、あとはパーカーであったらジップアップ式のものはですね、今そこまでトレンド感はないので、今もし定番的に着るのであれば、むしろ被りのですね、プルオーバータイプのもの、こちらを選んだ方がいいかなと思いますし、あとはボトムスですね、ブルージーンズだとかベージュのチノパン、好きな男性、本当に30代後半から40代、50代の男性には多いんですが、ちょっと今の雰囲気からはずれてるところがあるので、これをですね、テーパードシルエットのブラックのボトムスですとか、あとはグレー系のパンツだとか、そういったものに変えてあげるのもいいかなと思うんですね。まあもちろんですね、定番的なアイテムの安心感というものはあるんですが、それがいつの時代にも確実にはまるというわけではなくて、その時々にですね、ちょっとずつアップデートすることも大事なので、ぜひですね、定番アイテムを見直して、ちょっとだけでもいいのでトレンド感というものを取り入れてあげるとすごくバランスがいいのかなというふうに思ってます。もちろん全身をですねトレンドアイテムにする必要はないので着こなしの中に1点2点だけでもいいです。あくまで大切なのは少しずつなんですね。いきなりガラリと変えるというのは難しいので階段を登るような感覚でトレンド感というのをちょっとずつ取り入れてもらうのがいいかなと思っています。まあ、具体的にですねどういったものがトレンドアイテムなのかわからない方はですね僕の動画のシリーズの中で結構トレンドについてお伝えしていることは少なくないのでぜひ振り返って見ていただきたいなと思いますし僕がお伝えするトレンド感というのはもう時代の最先端を行くようなトレンドではなくて大人の男性でも取り入れやすいようなものを扱うことが多いのでそういったものを見ながらですねちょっとずつ定番だけではなくてトレンドアイテムにも触れてもらうということがすごく大事かなというふうに思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、脱タイトシルエットというところなんですね。これはですね、日々スタイリングをしている中ですごく感じることなんですが、まあ、僕たち30代後半、40代世代っていうのはですね、割とタイトフィットが大好きなんですね。というのも、僕たちがファッションが大好きだった20代の頃って、やっぱり流行はですね、タイトシルエットだったんですね。それがしばらく続いて、タイトシルエットが定番的になって、今でもですね、もちろんタイトシルエット NG というわけではないんですが、このスタイルにですね、馴染みがあって、一方で、いわゆるビッグシルエットだとか、ゆったりめのサイズ感というものにはですね、正直あんまり慣れていないんですね。その結果、今のトレンド感は少しゆったりめになっているんですが、ずーっとタイトシルエット一辺倒で来てしまっている方が少なくないんですね。それはそれで NG ではないんですよ。確かにそういったタイトなシルエットの方が、スタイルがよく見えるので、少しでもスタイルをよく見せたいですね、大人の男性がタイトシルエットを着るのは悪くはないんですが、イメチェンをしたいのであれば、サイズ感というところも少し柔軟性を持たせて、ややゆったりめというところを取り入れてもらうと、僕はバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。実際、今ですね、セレクトショップなんかで買い物をすると、ベーシックなニットだとか、あとはパーカーだとか、ボトムスもそうなんですけども、そういったものを選んだとしても、最初から程よくゆったりめのサイズ感になっていることが少なくないんですね。そのようにベーシックなアイテムであってもサイズ感が変わるだけでだいぶですね雰囲気が今っぽくなったりするわけなのでそういったものもですね食わず嫌いをせずにぜひトライをしていただきたいなと思ってるんですね。まあこう言うとですね多くの大人の男性は自分にはビッグシルエットは似合わないと言うんですけども
そんなことはなくて、極端なビッグシルエットはもちろん似合いづらいっていうのはあるかなと思うんですが、程よくゆったりぐらいであれば結構似合う方は多いんですね。しかもタイトすぎるサイズ感だとお腹の丸みだとか体型がそのまま出てしまうので、むしろちょっとゆったりめにしてあげた方がちょうど体型を隠すこともできますし、旬な雰囲気も漂いやすいので、ですのでぜひ皆さんにもですね、タイトシルエットだけではなくてちょっとゆったりめのものもトライをしていただきたいなと思ってます。もちろん全身をゆったりにする必要はなくて、例えばボトムスは細身にしてもらって、ニットは少しゆったりめにするだとか、あとはロング丈のコートですね、チェスターコートなんかは結構細身のものが多かったりするんですが、あえてステンカラーコート、こういったものはですね、少しボックス型で緩めのサイジングになっているので、そういったものを選んでもらってボトムスは細身にしてもらうだとか、そういった形で細身とゆったりめをミックスさせてあげると違和感なくですね、ちょっとゆったりめのシルエットというところにもトライをすることができるので、あえてサイズ感を変えてみるというのもイメチェンをするにはすごくいい方法かなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思ってます。もうこれはですね、正直見慣れるかどうかの問題なんですよ。最初はやっぱり見慣れているタイトシルエットの方がかっこよく感じるんですが、そればかりを着ているとどんどんファッションが古臭くなっていって、それが違和感となって逆にしっくりこないというタイミングも来るので、今のトレンド感というのもバリバリ取り込む必要はないんですが、多少は意識をして少しずつ慣れさせていくのもすごく大事かなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、いつも通りのヘアスタイルを変えてみるという項目なんですね。おそらく皆さんもですね、お気づきかなと思うんですが、最近ですね、僕はヘアスタイルを大きく変えたんですね。まあ、いつもはですね、結構額を出すようなスタイルが多くてですね、それとは全く異なるようなパーマも強めにかけていますし、あとは前髪を下ろすことで今までとはですね、全く違った状態で最近は動画を撮ってるわけですね。これに対して最初はですね、めちゃくちゃ違和感を覚えた方少なくないかなと思うんですが、やはりこれもですね、見慣れているかどうかの問題で、少しずつですね、このスタイルというのも皆さん見慣れ始めてるかなと思うんですね。まあ、僕自身正直最初にこのスタイルにした時にはちょっと違和感あるなと思ったんですが、やっぱり日々鏡を見てる中でだんだん見慣れてきますし、新しいスタイルというものを楽しむことでだいぶイメチェンもできますし、気分もですね、大きく変わるんですね。結構大人の男性って自分の髪型がほとんど変わらないという方が少なくないんですね。いつも通りの床屋さんだとか美容室に行っていつも通りのオーダーをして、長くなってきたらまた元の長さに戻すみたいな形の繰り返し、それだとですね、どうしても今の自分だとか時代の雰囲気とずれてくることが少なくないんですね。ですので年に1回でも構わないので、自分のヘアスタイルというものを見直してちょっと冒険をしてみるのもすごくいいのかなというふうに思ってます。特に今回はイメチェンというテーマなので、ヘアスタイルを変えるというのは一番のイメチェンになるので、ぜひ皆さんにもトライをしていただければなと思ってます。特に30代後半から40代50代となってくると、だんだんですね、髪のボリュームだとかそういったものがなくなってきたりするので、そうなるとですね、結構髪の毛がペタンとなったりするわけなんですね。そんな時にちょっと軽めのパーマをかけてみるのも立体感が出ていいかなと思いますし、あとは前髪をいつも下げてる人だったらあえて額を出してみるだとか、逆に僕のようにですね、額を上げてるスタイルであれば、あえてこのようなちょっと前髪を下げるようなスタイルというのも一つトレンドとしてはあるので、こういったものにトライをしてみるだとか、これが成功するか失敗するかっていうのは二の次で、いつも通りのスタイルを変えてみるということにすごくですね、僕は意義があるなと思っていまして、ぜひ皆さんもですね、美容室を変えてみるのもいいかなと思いますし、いつもの注文とは変えて新しい自分のヘアスタイルというものにトライをしてみるというところもぜひ試していただければなというふうに思っています。結構ヘアスタイルが変わるだけで似合う服のテイストも変わったりしますし、全然ですね、イメチェンができたりするので、最も手軽なイメチェン方法かなと思うので、これはやらない手はないかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では、40代からの大人のイメチェン方法ベスト5というテーマで動画をお届けさせていただきました。まとめるとですね、すごく僕が大切だなと感じていることは、まあ、40代以降はですね、結構自分の価値観っていうものが固定化されてしまって、いつも同じスタイルになりがちなので、ここをですね、少しずつでいいので崩すということかなと思ってるんですね。
いつも通りの色合いだとか、いつも通りのサイジング、アイテム選びというところをあえて変えることで、だいぶですね、新鮮な雰囲気が漂いやすいのかなと思ってます。まず一番最初にやりやすいのは、ヘアスタイルを変えてみるというところでもいいかなと思うんですね。どういう髪型がいいかわからない方は、40代メンズヘアスタイルと検索すると、結構画像でわかりやすくいろんなものが出てくるので、そういったものを参考しながら美容師さんと新しいスタイルを開拓してみるのもいいかなと思います。なかなかイメチェンっていうのはですね、勇気のいる作業ではあるんですが、やはり40代っていうのは結構重要なところで、もう自分のスタイルというものを確立してしまって、そこから動かさないっていう方が結構圧倒的に多いんですが、そうではなくて40代からも変えようと思えばいくらでも自分のスタイルは変えることができるかなと思うんですね。最近はトレンドの変化も早いですし、時代の流れ自体もものすごく早くなっているので、40代の時点で自分の価値観を固定化してしまうのは結構もったいないなと思っていて、まあいろんなトライアンドエラーがあっていいと思うので、少しずつ皆さんもですね、今回ご紹介した5つの項目、変化を取り入れながらですね、40代の自分自身の見せ方も楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っています。皆さんのですね、ご感想だとかコメントとかもですね、ぜひどしどしと書き込んでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。